お久しぶりです。しばらくサボってましたが、復活します。復活って休むわけではないんですが、名古屋で出張されてやってます、小山です。今ですね、某ではないか、 FM 岡崎さんのこの前、宇水さんの動画、宇水さんゲスト出演をお願いをしたんですけれども、そのラジオ局で、今週も収録をしているところです。この前宇水さんはどうもありがとうございました。すごく楽しい体験ができました。日記タグナイトというのに呼んでいただいて、そこで僕の中でも化学変化というのが、こういろんなことをぐんと思うことがあってですね、私黙って生態だけやってればいいんですが、ついガシャガシャやってる、いろいろとこうあんまり場所も割れるということないんで、いろいろとこうしたくなってしまうのがうずいてしまいまして、すごく楽しい体験を、ちょっと2ヶ月ぐらい前になるんですけれども、東京でさせてもらいました。あそこへ行けたことは僕はすごく楽しかったので、これを何か恩返しができればなと思って、ちょっといろいろと動いてしまいました。そしたら、臼井さんのラジオ出演という形で、他にもいろいろこう出てほしいなと思う人もいるんですけど、何せ僕の番組ではないものですから、ただそういうところまで行けたということはすごくいい経験になりました。皆さん、チーム名古屋のニコ動日記タグのチーム名古屋の面々も手伝ってくれて、どうもありがとうございました。とっても感謝してます。で、ドキドキワクワクするような時間でした。臼井さんも出てもらったということで、ちょっと僕の動画を見てたり状況を知らない人には分かりにくいと思うんですけれども、それから日記タグ知らない人は分かりにくいと思うんですが、とっても楽しい時間を、臼井さんありがとうございました。僕も楽しかったです。で、皆さんの日記タグをこうしねしね、とかっていうのに、こう殺すぞに負けずに頑張ってる皆さん、ぜひ続けてください。なんか僕にとってもすごくこういい刺激っていうのかな、仕事に対する闘争心とかっていうのを沸かしてもらっております。それから最近 YouTube の方ですごく僕の動画を登録してくれる人がたくさんいてですね、海外からも相談のメールだとかをいただいてます。土井さん元気でしょうか。一度じっくりご質問には答えたいと思います。なかなか反応が遅くてごめんなさい。すごく心配してます。頑張って元気になりましょう。それから登録してくれている人、どうもありがとうございます。頑張って続けていきますので、よろしくお願いします。ちょっと、名古屋はですね、すごくこうこの岡崎、それから名古屋市内、東海豪雨並み、8年前の豪雨並みにすごい雨があってですね、とっても大きな被害が出たんですけども、東京とか、日本中今そうなんですが、こうすごく雨が降るとですね、気圧が乱高下します。ああいうドカッと降るときというのは、どんと気圧が下がってスッと戻っ て、そうすると首にむち打ちを持ってたり、頭痛持ちだったりする人、すごく調子が悪いんですね。で、ここ8月の末から9月、ね、の頭にかけて、調子の悪い人は、それが原因です。天候スコールのせいで、そういうふうにその頭痛だとか、めまいを持っている人、それからうちのお客さんのめまいにだとか、女性だと耳が聞こえにくくなったりとかっていうこと、症状が出たりする人がいると思うんですけども、それが原因です。なので、まずそれが原因だよということを思っていただきたい。そうすると、あ、そういうことなんだっていうふうに、安心できますので、それからやっぱりこう、整体でもマッサージでも、接骨院でも、ちょっと通って直して、詰まりを直していただくと嬉しい。それから体操だとかストレッチをしてほしい。それからぬるめのお風呂にゆっくり浸かる半身浴ですね、そういうことをしてほしいなと思います。ちょっと気をつけてください。こんなところです。日記タグの皆さん、またよろしくお願いします。すごく楽しかったです。また会いましょう。どうも。